リヒャルト・ローベルト・エルンスとは、スイスの科学者である。1991年に、ノーベル科学賞を受賞した。スイスのビンター・トゥールで生まれた。スイス連邦工科大学で博士号を取得。1962年に、カリフォルニア州パロアルトのバリアン社に、技術者として入社し、1964年に、ウェストン・ A ・アンダーソンと共に、フーリエ変換 NMR の研究を行った。 その後、1967年に再び、スイス連邦工科大学へと戻り、後に、同大学の科学科教授になった。1991年に、フーリエ変換 NMR の開発への貢献業績によって、ノーベル科学賞を受賞した。2006年現在もなお、チューリッヒの同大学へ勤務し、研究を行っている。彼が貢献した、この技術は、 有機化学での分子構造の導定において非常に有力な手段となったほか、医療分野でも核気共鳴画像法として実用化され、画像診断の際の有力な手がかりとなった。ノーベル委員会によって作られたポスターによると、彼のノーベル賞受賞の元となったアイデアは、もともとはベルギー人科学者で、ブリュッセル自由大学の教授であるジャン・ジェネルのものであったことを認めている。 2021年6月4日に、ビィンタートゥールで亡くなった。87歳だった。ありがとうございます。